はい、皆さんこんにちは、シュータカダです。今日のシュートリアルは皆さんお待ちかねタングラーのやり方を紹介していきたいと思います。タングラーというのはこの2つのヨーヨーをカーブでくるくる回す動きです。この技は難しそうに見えるんですけど、コツさえつかめば簡単にできる、見栄えもいいし大会でもパフォーマンスでも使える最高の技です。なのでぜひこの動画見て皆さんマスターしてください。それではシュートリアルいってみましょう。では早速タングラーのやり方を説明していきます。まずタングラーをできるようにする前に両手でアラウンドザワールドを必ずできるようにしておいてください。そしてこのアラウンドザワールドから利き手のヨーヨーを反対側に持ってきて上から引っ掛けます。そしてくるくる回したところから今度利き手側のヨーヨーを持ってきて外してキャッチです。今のがざっくりとした説明なんですけど、これだけ聞いてても多分練習どうすればいいか分かんないとか、やり方よく分かんないとなると思うので、ちょっと次は練習方法に合わせてやり方を紹介していきます。僕がおすすめするのは右手と左手のヨーヨー色を変えることです。そしてストリングの色もできたら変えてください。僕はこのエヴァンとコラボレーションの720を右手につけてて、自分のこのオレンジのやつは左につけてやってみたいと思います。練習方法としては最初ヨーヨーを回転させないようにしましょう。そして一回手に巻きます。短くしてやった方が感覚つかみやすいです。でヨーヨーを完璧に止めた状態からくるくる振り回します。そしてこの両手でくるくる回している時にヨーヨーが上に行った瞬間、ここですね、この瞬間に利き手のヨーヨーを反対方向に上からかぶせるように持ってきます。上から来た後はその流れのまんま左手のヨーヨーが先に前に来るので引っ張ってあげます。そうすると真ん中でくるくる回ります。そしてほどく時はこの利き手と反対側のヨーヨー、僕で言うとオレンジのヨーヨーですね、オレンジのヨーヨーが上に来た時にこの真ん中の内側から外側に持ってきます。左利きの場合でやってみると、このオレンジのヨーヨーを右手の方に持ってきて真ん中でかけて、グリーンのヨーヨーが上に行った瞬間に左手側に持ってきます。こんな感じです。でこの時の練習方法は、短くしたやつはまず最初1回転回して外す、この練習を必ずするようにしてください。これがちょっとずつできるようになったら今度2回回してすぐ外す、1、2、すぐ外す。これもループザループとかと一緒で回数をちょっとずつ増やしていく練習方法になります。この状態である程度くる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 って回すことができるようになったら、腕から絡めているのを外して普通のアラウンドザワールドの状態でくる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 回せるようにしましょう。利き手を少し後ろに引いて左手をちょっと前にして回すとやりやすいです。ちょっとやってみるとこんな感じです。ここまでできるようになったら次はヨーヨー回してやっていきます。キャッチ。最初怖がっちゃうとヨーヨーはこうバチンと戻ってきてこうなっちゃうので、これだと危ないです。なので本当に怖さとか全部なくなってから回してあげるようにしてください。最後にシューズポイントを3つ紹介したいと思います。まず回すときは人差し指を引っ掛けておくとやりやすいです。まあ、アラウンドの時もそうなんですけどこんな感じです。そしてヨーヨー真ん中で回すときは少し大きめの円を描いて、だいたい両手の真ん中でやってあげるようにしましょう。では最後にやってみると、はい、以上でシュートリアルタングラー編終わりにしたいと思います。練習方法もやり方もこの動画見てきちんとマスターしてください。チャンネル登録グッドボタンも忘れずによろしくお願いします。また次のシュートリアルでお会いしましょう。じゃあねー。